皆さんこんばんは。 MSTB ニュースの時間です。まずは二輪ホンダから。ホンダは水冷4ストローク DOHE 直列2気筒 399cc エンジンを搭載し、市街地走行からツーリングまで幅広い用途で使用できるクロスオーバーモデルとしてご好評をいただいている 400X の外観を一新するとともに、各部の熟成を図り、ホンダドリームより3月22日金曜日に発売します。 400X は冒険心を呼び起こす正常進化クロスオーバーを開発キーワードに、よりアドベンチャーイメージを強調した外観に一新しました。フロントタイヤサイズを17インチから19インチに台形化し、フラットダートでの走破性を向上させています。またウィンドスクリーンの高さを従来モデルよりも延長するなど、クロスオーバーモデルとして走破性と高速巡航時の快適性を追求し、各部の熟成を図っています。それでは色をご紹介します。アドベンチャーイメージを強調したマットバリスティックブラックメタリックと、スポーティーなイメージを強調する鮮やかなグランプリレッドの2色を展開しております。販売計画台数は700台、メーカー希望小売価格は81万1080円となっております。続きまして四輪ホンダよりお伝えいたします。 1.5 リッター VTEC ターボエンジン搭載のベゼルツーリングホンダセンシングを発売。ホンダは洗練されたデザインと広い荷室や室内空間で幅広い層のお客様にご好評いただいている SUV ベゼルに 1.5 リッター VTEC ターボエンジンを搭載した新タイプツーリングホンダセンシングを設定し、1月31日に発売しました。ベゼルは2013年12月に SUV の力強さ、クーペの艶やかさ、ミニバン並みの使い勝手など、ジャンルの枠を超えた価格を高次元で融合した車として誕生。価格は290万3040円となっております。以上 MSTB ニュースでした。はい、お疲れさんです。お疲れ様です。ありがとうございました。ライブ良かったですか？いえいえ、泣きさんもなんか半分泣きそうになってますね。いえいえいえ、大変ですね。あの読み取るのこれでも全部意味理解できてます？いえ、まだできてません。読むのが精一杯だけど、はい、まあでも二輪、四輪 SUV は分かるよね。これ SUV で若干とちりそうになったけど、 SUV って何だか分かる？いえ。そっか、 SUV、総称するとスポーツユーティリティビークルかだよね。スポーツユーティリティビークル、なんか前はちょっと違かったような気もするんだけど、私が訳すと、使い勝手の良い便利な車という、あのね、なんて言って説明、誰もが欲しい車ですね。今ね、もうどこのメーカーも作ってるよね、もうあれで、ベントレーもランボルギーニも作ってるんだよ、 SUV って。そうなんですか？ありえないでしょ、使い勝手、ね、がいい、便利な車、そう、あ、そういうイメージじゃないです。ないでしょ、ね、あの使い勝手良さそうで便利そうなんだけど、絶対そんなことねえだろっていうような雰囲気だけど、でもホンダはさすがにね、はい、これは使い勝手いいでしょ、5人乗り、 FF 室内広い、若干車高高、乗りやすい、乗りやすい、ね、室内空間広いみたいなね、でホンダセンシングっていうのは安全運転支援システムがついてるんで、まあ、安全運転も強調された車両が290万ってことは300万近くか、まあまあこれもね、たくさん売れるんじゃないかなと思いますよ、はい、そして、はい、二輪の方はですね、これもクロスオーバーモデル。さあ、クロスオーバーモデル何でしょう？クロスってタイヤってことですか？クロスオーバー、
クロスオーバー、いいね。あのね、SUV とクロスオーバーってちょっと若干似てるところがあると思うんですけどね、はい、SUV も前はね、こう四駆ブームみたいな感じでクロスオーバーって言ってもよかったんだけど、うん、まあ二輪のクロスオーバーモデルってアドベンチャー、あ、アドベンチャータイプって書いてあったよね。はいはい、ありました。要はね、ちょっとダートとか、うん、そういうとこも行けるような旅冒険みたいな、うーん、そんなイメージを出してるのがクロスオーバーモデルで、今ね 400cc にこれをちゃんと出してきてる、はい、出してきてるだけではなくて改良を加えてる。これ私の特徴としてはフロントをちゃんと19インチにしてきた。うーん、これちょっと難しいんだけど、うん、今まで400、近頃の400はね、ちょっと他のものを加工してとりあえず 400cc のエンジン乗せましたで、はい、なんとなくこうアドベンチャータイプに似せかけたんだけど、フロントをちゃんと19インチにしてくるってことは、うん、意外と本格的にこれを売っていこうと、うん、タイヤのサイズを大きくしたっていう。あ、大きくするとどうなるかっていうと、うん、安定感が増すとか。あ、そう、あのね、ダートのこうハンドル取られやすいとこを走るときには、うん、フロントホイールが大きい方があの走破性がいいんですよ、安定するんですよ。今度やってみてください。はい、リンの免許は、まだ乗ったことないんですけど、これからすごい今すごい喜んだけど乗るつもり、そう、乗ってみたいな、乗るつもり、そういうね、ホンダがちゃんと19インチを出してきたで、なんだ、スクリーンの高さが変わって、うん、さらにね、バルブタイミングとリフト量を変えてるでしょ、うん、マフラーもテールパイプ2本に増やして、アシストスリッパークラッチまで入ってってね、結構気合い入れてきてるんでね、うん、あの 400cc を活性化させるっていう意味で言うと、まあ、どんどんねこう進んでるなっていうのはちょっとこのニュースから読み取れるなって私は思ってるわけですよね。うん、何は止まれ、うん、便利で乗りやすいものが頑張って売れていくんじゃないかなっていうので、はい、それもまだ400に投入してるっていうのが、まあ、ちょっと今回のニュースの読み解きどころかなと、ね、はい、だいぶ噛んではおりますが、はい、あ、俺も噛んじゃったよもう一つね、ちょっとトピックスじゃないんですけど、ハーレーから、はい、まあ、ティザー広告っていうかね、思わせぶりな広告が今ちょっと出てる。ちょっとね、この動画をね、はい、ちょっと見てほしいんですが、はい、ハーレーって言ったらどんなイメージですか。ハーレーって言ったら、うん、そうですね、年代層、幅広い年代の方に人気のある海外のバイクです、うん、ね、アメリカのね、クルーザー、うん、旅バイクみたいな感じなんですけど、それと音が大事、ハーレーは。ドドドドドドっていう音ですか。音、ハーレーの音って言ったらね、うん、もうね、なんだ、あれ確かあの商標登録までしちゃったじゃなかったっけな、ハーレーって一回ね、音に登録かけちゃったみんな真似すんなよってこの音あ、そういうことですか。そういうものまでやるほどハーレーの音っていうのは特徴的なんだけど、うん、なんと今回のティザー広告、うん、電動ハーレー出た。電動バイクで電動、そう、モーターですよ。っていうか音ない、まさか。でもね、俺やってこないだろうと思うんだけど、まさかあの音を商標取ってるからね、スピーカーで鳴らさないかなちょっと思ってんだよ。ね、電動だからあのどんな音でも好きなように鳴らせられるじゃない、スピーカーでね、アンプつけて、はい、ね、まさか商標取ったあの音をスピーカーからドドドドドドっていう電動バイクに。ファンはそれで満足できるのかっていう。できないと思うんだけど、まあどういう売り込みにしていくのかね、これ。楽しみですね。ティザー航空なんで、まあ発売するかとかそういうのもまあ未定なんですけど、実際にでも走ってる映像がねあって、まあ音を聞く限り結構高出力のモーターでヒューンって走ってる。まあ音はねモーターの音だと思うんだけど、これぜひですね、ちょっとね発売されることになったら真っ先に乗ってね、うん、私はウィーリーしてみたいなと思いますよウィーリーわかる、うん、あ、まあね、まあ、まあいいか。さあそんなところでね、はい、今回の二輪四輪のちょっとねニュースを読み解いていきましたが、はい、ここで私からの、はい、待ってました。すいませんでしたね、このニュースの後にね CM ぶち込んでいくのもね大変なんですけどね、はい、はい、新日本バトルレイヤーズの告知があります。バトルレイヤーズもう分かりました。はい、分かりました。どんなものですか、バトルレイヤーズ。もうバイクが好きで好きでたまらない人たちが集まって、はい、熱いトークを繰り広げるっていうような。おお、さすがですね。あまりにも熱くてですね、話が長くなるできないんで、一応60秒ごとに切ってるんですね、はい、皆さんの話をね。あ、そうなんですね、一応ね時間は設けてストップウォッチで、はい60秒っていうとその60秒間みんなね意外と喋れないんですよ。あ、もう
そっか、いざってなると、そう、いざ60秒っていうともう言いたいことがいっぱいあってだってたくさんあるんだ、あうあう言ってるだけで終わっちゃうんだけど、どっかその中にね響くポイントがあったら、うん、エクストララウンドっていうのでちょっと詳しく話を聞いてみましょうっつったら、まあ止まらない、話が止まらないって、うちも編集するのが大変なんだけどね、まあそんなねバトルレイヤーズという企画をやっているんですが、はい、番組の収録日がですね、まあ、各々今決まってきました、うん、3月24日4月6日5月6日、そして、メインはですね、5月11日のテイストオブつくば、そして、6月22日の、袖ヶ原バルタイ、うん、ここで、収録をね今やっていきますので、これ以外にも今収録がね他にもちょっと収録日を設定しようと思ってるんで、ぜひね、あの自慢大会、カスタム自慢大会参加したい方はね、ウィズミのホームページに、バトルレイヤーズのところがあるんでね、はい、そこから申し込んでいただければですね、その収録に、まあ、参加できますよっていうのをやろうかなと思ってますんで、はい、ぜひ皆さんですね、バトルレイヤーズもう一回言ってください、せーの、バトルレイヤーズ、いいですね、はい、バトルレイヤーズバトルレイヤーズ、はい、そんなイベントをですね2019年でもやって、ぜひですね年間チャンプには海外旅行ね、豪華、一緒に行ければいいなと思ってますよ意外と楽しかったですよ今年行ったのはね、はい、そんな、バトルレイヤーズも宣伝させていただいたところで、はい、今夜の MSTV ニュースお別れしたいと思います、はい、それでは皆さんおやすみなさい、おやすみなさい。